はいどうもペン回しパフォーマーケイです。今回はですねスマートフォンを使ってインサートを印刷する方法というのを解説したいと思います。まずそもそもインサートって何よっていうと、こういう改造ペンのね、中に入れてデザインアップするこの中の紙のことをインサートって呼んでます。でこのインサートのデザイン自体は結構いろんなウェブサイトで配ってたりするんですけど、それをね印刷して紙にした上で切って入れないと、まあ使うことはできないわけですよ。なんですけどやっぱりプリンター持ってなかったりとか、パソコン持ってなくてスマホしかないんだよっていう方も結構いらっしゃると思います。そんな方のためにですね今回はスマートフォンだけでできるインサートの印刷方法を紹介していきます。使うのはセブンイレブンのネットプリントっていうシステムです。スマートフォンでデータを送っておいて、マルチコピー機でその予約番号を入れることによってこのデータを印刷することができると、そういうシステムがあるんですね。もしかしたらねもうこのシステムを使ったことあるよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、こうなりませんでしたか？はい設定を間違えるとこんな感じで一つのインサートが大きい紙にドーンって印刷されちゃいます。どんなペンだよっていうね。普通に1個のインサートを印刷しようとするとこういう現象が発生してしまいます。ただちょっと違うステップを踏むことによって、はい、こんな感じでいろんな種類のインサートを一気にかつちょうどいいサイズで印刷することができます。今回はねこのやり方を解説していきます。はい、それではやっていきましょう。まずはですね、ネットプリントのやり方を簡単に説明します。まずウェブを開いてください。サファリとかですね。で、普通に検索ボックスで、ネットプリントと検索します。そうすると候補でセブンイレブン出てくると思います。これをタップしてください。そうすると、セブンイレブンで簡単プリント、ネットプリント、個人のお客様みたいなやつが出てくるんで、これをタップしてページに入ってください。そうするとこんな感じで出てきます。でやり方が大きく2つあって、専用のアプリを使ってやるやり方と、LINE でやるやり方の2種類があります。両方やったんですけど手順としてはそんなに変わんないですね。やることあんまり変わらないんで、どっちでもいいと思います。今回は LINE の方でやり方解説していきます。まず LINE の、この友達追加っていうところがあるんで友達追加します。僕はもうねさっきやって友達になってるんでこういう画面になっちゃいますけど、最初の時はこんな感じのメッセージが来ます。で利用規約はこちら、利用規約に同意する同意しないって出てくるんで、これ同意するを押すと、利用可能になります。でそうするとですね下にメニューってあるでしょ、これをタップするとフォト用紙普通紙はがきって出てくるんですね。でまあインサートは普通紙に印刷すればいいんで、これをタップしますと、普通紙へのプリント登録と、こういう感じで出てきます。で写真を選ぶを押すとこんな感じでねカメラロールに保存したものが全部出てくるんですけれども、これを送るとどうなるかっていうと、こうなります。登録履歴を表示、こんな感じで送った画像とそれに対応する予約番号というのが生成されます。であとはセブンイレブン行ってマルチコピー機使ってこの予約番号を入力するだけでそれを印刷することができると、そういうシステムなんですね。なんですけどもうこの画面を見ればなんとなくわかると思います。画像を単品で送るとさっきみたいなこういう事故が起きます。こうならないようにするために今からちょっとした手順を踏んでいきます。まずね一つアプリを入れてほしいです。これ一回閉じちゃって、普通にアップストアでアプリを一つ入れてください。アイビスペイントっていうアプリですね。はい、これ検索すると、一番上に多分これが出てくると思います。IP ってやつね。これ結構有名なお絵かきアプリなんで、知ってる人も多いと思います。これを入れてください。で僕はもう入れてあるんで、これ開きます。はい、そうすると、こういう画面が出てきます。で、マイギャラリーをタップします。はい、そして左下にあるプラスボタンを押します。そうすると、こういう新規キャンバスを作成する画面になるんですけど、キャンバスのサイズをまず選べます。ここ で下の方にある A4150dpi これをタップしましょう。はい、そうするとこういうキャンバスを作ることができます。これが要するに A4 用紙と同じ比率になっていて、ここにさっきのインサートの画像を並べていってそれを印刷するといい感じのサイズにできるという感じなんですね。そしたらこの右下にある四角が並んでいるアイコン、これをタップします。で今度は左側にある5つのアイコンのうちのカメラのアイコン、はい、これをタップすると自分のカメラロールに入っている画像が全部出てきます。で、印刷したインサートを選択します。
はい、そうするとこういう感じになって、この画面ではこう自由に動かすことができます。さらに小さくしたり大きくしたりも可能ですね。最初のサイズよりちょっとだけちっちゃくしましょう。ちょっとだけちっちゃくして、こう左上に配置します。よいしょ、このぐらいかな。さっき見せたお手本のインサートの画像みたいに、2行にこう並ぶように配置していってあげると、だいたいちょうどいいサイズになります。で、これ配置したら右下にある緑色のチェックマークを押します。そうすると線画抽出っていうのが出てきます。これキャンセルを押してください。これ OK を押しちゃうと白黒になっちゃうんで、キャンセルを押します。これで一つインサートを配置することができたんで、同じことを繰り返して、どんどんインサートを入れていきます。ちょっとここめんどくさいんですけど、これを繰り返すだけです。またカメラマークを押して、はい、この画面で移動させて、ちょっとサイズを調整して、はい、またこんな感じで並べて、チェックを押して、はい、こんな感じで、並べていくわけですね、インサートを。これをやると、だいたいいい感じのサイズになるんですけど、ジャストサイズとまではなかなかいかないんですね。ただ、どうしてもこのインサートはここにジャストで入れたいっていう方。はい、そんな方は、努力することはできます。この上にある、丸に四角があるアイコンね。アイコンをタップします。そうすると、はい、こんな感じでコピーがありますね。これコピーします。クリップボードにコピーしました。で、さらにもう一回同じところをタップします。で、今度は貼り付け。ここをタップします。はい、そうすると、一見何にも変わってないように見えるんですけど、これ実はコピーされてます。で、これを、ま、ちょっと縮めるとかしてこう、配置していって、まあ、要するに同じ柄をいろんなサイズで印刷しとけば、まあ、どれかジャストになるでしょうみたいな感じの考え方で努力することは一応できます。はい。で、完成したらこの右下にある左矢印、右下にある左矢印をタップすると、透過 PNG 保存、PNG 保存、マイギャラリーに戻る、これが出てきます。で、PNG 保存をしてください。PNG 保存です。そうすると自分のカメラロールに今作った画像が、はい、こんな感じで A4 サイズの中に配置されている状態で保存されます。はい、あとはさっき登録した LINE のネットプリントの方で、この画像を送信して予約番号を取得して、セブンイレブンに行ってマルチコピー機でネットプリントを選択して、この予約番号を入力すると印刷することができます。1枚60円だったかな、カラーでやったら。枚数によって金額が変わるんで、もう1枚にできる限りこうやってまとめちゃった方がお得です。まあそのうち使うだろうみたいな感覚でいろんなインサートをギュッとまとめてあげると、とってもお得にできますんでやってみてください。はい、ということでコンビニのネットプリントでインサートを印刷する方法を紹介してみました。はい、で、アプリの方でも同じようにやってみたんですけど、全く同じです、やり方。アプリをダウンロードして、そこで同じようなことをするだけなんで、どっちでも大丈夫です、そこは。LINE やってなくてもアプリの方で可能だと思います。で、なんかさっきネットプリントってやった時に候補でファミマも出てきたんですけど、ちょっとファミマでもできんのかな、ちょっとそこ調べてないです。まあ、とりあえずセブンイレブンではこんな感じで綺麗にね、印刷することもできました。なんか普通に売ってるプリント用紙より結構ね、紙質がいいんで、なんかね、こう、光沢がある感じ。普通に印刷するよりいいかもしれない。はい、ということで自分の好きなインサート、印刷して、自分のペンかっこよくデザインアップしちゃってください。はい、それでは今日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。